458。まずは第1試合、44kg 契約3分3ラウンドで行われる一戦です。この試合の解説です、茂木宗也さんことモミさん、そしてゲスト解説として日本一セクシーな薬剤師福井セリナさんに入っていただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずは第1試合にモミさん、はい、女子のこの息のいい2人の試合が組まれましたよ。いいですね。はい、もうフー選手はね初めて見るんですけど、はい、あのチャンピオンのいるジムなんでどんな戦いをしてくれるかっていうのすごい楽しみですね。はい、シュートボクシングでアマチュア時代は経験を積んできたということです。福井さん、はい、フー選手西原選手ともにまだまだ20代前半、あるいはフー選手は17歳、10代ということですからね。すごいですよね。しかもデビュー戦なのでめちゃくちゃ楽しみですよね。はい、でも西原選手もう8ヶ月も経ってたんだって思うぐらいもう初戦が印象的すぎて、うん、そうですすごくアグレッシブだ。もう今もすごいじゃないですか。まずは前に出てくる西原の初戦が去年の9月でした。島田美咲に3ラウンド判定勝ち、まあ、その時にももみさんに解説していただいていました。はい、それがデビュー戦ということになります。デビュー戦に見えない動きでしたよね。今の膝もうまい。ちょっと聞きましたかね。身長が156センチの西原、対してフーは148センチ、身長差は8センチ、もみさんがちょうど148センチ同じなんですね。そうですね。はい、まあ、身長差があるので、まあ、フェイントなどを使って、はい、あの正面からじゃなく動いて入っていきたいところですね。距離の部分です。西原選手距離がうまい。西原左をしっかり返していく。フーとしては中に入っていけるかどうかというところ。そうですね、今西原選手のペースというかもう支配してきているのでそこを先に動きたいですね。西原はこの足の長さを生かした膝、そしてミドル、ハイといったところが得意。振り分けがうまいですね。よく見えてますね。距離感、そしてフーの距離感、プロデビュー戦ということになります。少しフーの方がパンチを食らっているでしょうか。左に見ると蹴りでその距離感を探っていくのは西原。距離感がとてもいいので、西原の右が伸びてきます。やはり経験そして距離というところ、この経験値がその距離になっているかもしれません。西原の距離感、しかしサイドとしても、あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。今もサイドで、ね、ステップして相手の攻撃をすかしたりね、とっても上手に。デビュー2戦目でこんな感覚ちゃんとしてる人ってなかなかいないんじゃないですかね。ないんです。本当ね、すごい。もう突っ込むしかできなかった私にとってはバリエーションがお見事としか言いようがないですね。23歳の西原です。フー選手もね、あの攻撃自体はいいんで、はい、もうちょっとつなげていきたいけど西原選手のが止めてますね。このあたり西原がしっかりと攻撃を引かさせないようなそんな防御からの攻撃になっています。フーとしてはこれがデビュー戦、やはりこの大きな後楽園という舞台ですから何か緊張感というのもあるかもしれません。でもフー選手ももらっても全然後ろに下がらないですね。気も強いですね。体の強さ、気の強さというのは感じま す, そうです、ね、シュートボクシングの選手なんで、はい、バランスはいい選手が多いですね。シュートの選手は。さあここで第1ラウンド終了しました。やはり手数としては西原有利かペースかといったところの第1ラウンドになりましたが、まずはもみさん、どのように第1ラウンドをご覧になりましたか。そうですね、西原選手が先に、手を出して内割りも必ず、ね、戻って距離を取ったりとか、はい、ガードも高いんで、ただ身長の低いフー選手はやりづらそうだと思うんですけど、まあ、一個一個の攻撃はいいので、もっと積極的に動いていきたいところですね。やはりこれがデビュー戦ライズ初めての舞台ですから、はい、1ラウンドでしっかりと体をほぐしながら次の第2ラウンドどのように動いていくかですよね。そうですね、これからエンジンかけていきたいところです。まあ、本当気持ちが強そうなので、はい、どんどん上げれていくかなというところを見たいと思います。対する福井さん、はい、西原やはりさすがだなといったような、まあ、2戦目には見えないと先ほどの話ありましたけど、緊張っていうのはないですよね。肩の力抜けてやることやってんだっていう感じですよね。やはりコロナで流れた分練習意識を高く持ってこの試合に向けて形を作ってきたと西原は話をしています。
試合が空いた時のモチベーションを保つっていうのは結構難しいものなんですか。そうですね、試合のためにやっぱ練習してるんで、ないってなるとね、目標はね、なんかなくなるというか、はい、まあ、試合が決まらなくても選手はちゃんと練習してるし、そこは問題ないと思います。今のジャブもいいタイミングです。フーが中に距離を詰めようというところで左のジャブが伸びてきます。西原一覧の方でちょっと見えてきた感じがするので、フー選手もちょっとだけ入れるようにはなってきましたが、しかしコンビネーション早い、うん、左も右も膝打てるんですね。これもみさん、西原としてはこう前に入るというよりかは、これ左右にうまく入りながらという形になっているんですか。直線的ではないんですか、これどうなんですか。距離が上手に正面で戦えているのと、はい、相手の内側にサイドに入れるので、なるほど、ナイスハイキック強烈ですね。そのあたりがこの多彩な攻撃につながっているんでしょうか。まず距離がいいんだけどもね、パンチを当てた後に、はい、もうすかさず蹴りを出しているので、どんどん次を意識して動けているので、はい、やっぱずっと自分のペースで戦い続けている印象がありますね。ただその距離をどう潰せるか、フー、やはりこの身長差8センチあります。そのあたりによってリーチの長さというのも変わってきています。もう当たってるんでね、その後あとパンチね、ボディがあったりとか、はい、すると入りやすいんですけど、膝があるとね、なかなか一気には入っていけない、行きづらいんですよ、ね、膝のある選手はね、入りづらいんですよ。フーもローで返していきます。この距離の中からどういくか、ミドルを返す西原。避ける西原です。フーとしてもなんとか手数を出していこうというこの時間帯。今ストレートが入りました。ストレート、そして左、フィジカルを強化したって言ったからですかね、下がっても蹴りが出る、伸びてくる。西原は4月から金金ジムでトレーニングを始めて、このウェイトトレーニングもしっかりとしていると。体をごつくするっていうイメージに捉えがちなんですけど、力を発揮する使い方がうまくなるっていうのもあるんで、それでですかね、バランスがより良くなってますね。なるほど、はい、極みですよね。なんかもう動きがさらにさらに良くなってる感じが伝わってきます。そのあたりは那須川会長もウエイトだけにならず、それをこうどう格闘技に融合させるか、そのあたりもしっかりとコンディションは整えてきたという話はしていました。改めてこの放送はゲスト福井セリナさんにお付き合いいただいています。よろしくお願いします。はい、福井さん、もうこの女子の戦いも、はい、とにかく積極的な試合、第1試合から面白くなってますね。いや本当にアグレッシブさがすごいですよね、はい、なんかもう見てて楽しいですし、どんどんもう改革されてってるなって感じがしますね。そういう意味で言うと17歳、このクー選手、ライズ初登場、すごく大きな大会でキラキラしているイメージなんだという話をしていました。いや、キラキラしてるなんて言ってくださって嬉しいですよね。もっと輝いてほしい、はい、頑張れ。ラウンド3、まさにこれからですから、この2ラウンドまでは、少し押され気味ではありますが、この3ラウンドにどう爆発するか、そのあたりも注目したいところです。大阪のジムで研鑽を積んでいるこのフー、今のカーブですかね、良かったですね。ローも西原の左の内ももあたりでしょうか。そうですね、見ますとかなり赤くなっています、はい、インドはよく入ってるんで、はい、どうですか、ちょっと青くなってるような感じしますけど。そうですね、効いてないはずはないんですけど、うまくスイッチしたりして距離をずらしてるんで、ここまで問題はないかなと思います。いや、巧みですね、本当に2戦目なのかなっていう。なんですよ、どうで返す、ね、ハイキック、西原をこの距離で一気にハイキックが出てきます。あれは怖いですね、ほぼノーモーションの形、やはりこれは極真空手というバックボーン、バックキック、
これがボディに突き刺さると非常に大きなダメージがあります。狙ってる場所良かったですね、はい。フー選手も、ね、デビュー戦にとは思えないぐらい気迫も感じますね。感じますね。手数としてもしっかりと返していっている印象ありますね。ああ、ナイス。フーも前に出ます。気合入った感じでしたね今。もう本当にもうこれ以上出てポイント取っていくしかない、まあ、ポイントではちょっと劣勢なので、まあ、ダウン取りたいと思っていると思います。さあ、第3ラウンドも1分半を切りました。からは気持ち、あるいは培った技術が、体力が削られた中でどう出てくるでしょうか。試合で、ね、ラスト1分というのが一番きつい時間なので、ここも練習量の差というか、ね、いろいろ出てくるので、最後まで出れるか。普段からこのライズの桃花とスターで練習を積んでいると話していました。さあ、1分を切っている第3ラウンド。石原、はい、キレが落ちませんね。やはりこの距離感なんですね。風花選手も、ね、ミドルも当てれてきてるし、まあ、距離感は問題ないです。さあ、残り30秒を切りました。ラスト30秒、マイケル・フー。石原も膝、この距離で膝が出てきます。いい音、いいローが来ました。西原が中に入る。ハーフがもう青くなってますね。なってますね。さあ、10秒切っています。で、近くで見ると、ここで試合終了です。両者最後まで打ち続けました。非常に白熱した展開。いや、1試合目面白い。いや、第1試合、まあ、まさに今日はセミファイナルで女子のこのタイトルマッチがありますが、はい、何かそれにまた我々も行くんだぞというような、そうですね、まあ、そんな気持ちをね、見せてくれるような戦いでしたね、はい。44キロなので、はい、今ベルトがないんですけど、なんかもう存在感のある試合でしたね、2人とも、はい。今日セミファイナルで行われるのは46キロ、まあ、この44キロはない状況ではありますが、はい、ただそれでもこの女子の力強さ、それを見せてくれる、そんな試合でした。ジャッジ豊永30対29、赤西原。ジャッジ和田29対28、赤西原。ジャッジ小川30対28、赤西原。以上3対0の判定をもちまして、勝者西原彩香。西原彩香はデビュー戦から2連勝、3対0の判定勝ちを収めました。17歳、これがライツデビュー、そしてプロデビューということになります。風は惜しくも判定負けという結果に終わりました。Fish!